こんにちは、パンと器の店パオパオです。今日は月1英語うさぎさんの日です。今日の、持っていくメニューの説明をしたいと思います。まずこちらはフルーツ&ナッツバーです。有機のレーズンとくるみが入った棒状のパンです。定番で人気のパンとなってます。そしてこちらはシナモンロールです。セイロンシナモンに、有機のアーモンドをトッピングいたしました。そしてこちらは、ココナッツコッペにクリームチーズと、粒あんを挟んだサンドです。続いてこちらは、豆乳の食パンとコーヒーローフ、そしてココナッツローフです。続いてこちらはコーヒー&チョコです。コーヒーを、生地に練り込んだ、生地に中は有機のビターチョコレートを入れています。続いてこちらは、大きな豆の木さんの豆乳を入れた豆乳パンのベーグルです。続いてこちらは季節のパンです。近くで採れたヨモギを下処理してそれを生地に練り込んだほんのり春の味のする、ヨモギベーグルです。続いてこちらは定番のクロワッサン。そしてこちらは先ほどのよもぎの生地に自家製粒あんを入れたよもぎ粒あんパンです。そして最後は、定番モンキーブレッドです。どうぞよろしくお願いします。今日の酵母は天秤座の満月仕込み酵母でした。